雷蔵は倒されたが、総番長は見つけることができなかった。下道高校は相変わらず荒れていた。ジャスティス学園のことはこの高校には関係ないようだ。ガンには以前のように喧嘩の助っ人の催促がひっきりなしに来ていた。しかしもう安請け合いはしなかった。自分の大切なダチのため総番長を助けてみせる、そう言い切る姿には総番長の姿がダブって見えた。